興味ないですよ、全然。なんか、俺がゴールだとすると、次に強いやつこの辺だから。こんなんだ。もう世界行きたいっすよ。ちょっと、止めていいよ。やばいよ、マジで。こいつやばいよ。こいつやばい。こいつ言ってることやばいよ、マジで。自分ですけどね。やばいよな、こいつ。髪型もやばいしさ、言ってることもやばいよ、マジで。頭おかしいんじゃない今だったら絶対言わないようなこと言ってる。いいじゃないですか。いやかっこいいしね、でも。うん、かっこいい、やっぱ。やばいね、ほんとに。なんかさ、はい、やっぱ、アウトサイダーの頃って、やっぱヤンキーが人気あるって思ってたからさ、もう、なりきってたよね。なんか、もう、これがかっこいいみたいな。なるほどね。ね、寒いな、マジで。世界に行けば頭悪そうだし、めちゃくちゃ夢とか希望とか与えれると思った。ミードピンクだし、黒いし、ね、なんか顔変わった、ちょっと俺なんか綺麗だよ、綺麗だよ、こっちの。なんか殴られすぎてさ、なんかボコボコしてきてるんだよ、最近。ああ、鼻も曲がってきてね、ゴツゴツしてきてさ、耳とか鼻とか。耳も綺麗だし、あ、この選手は強かったな。覚えてる？そう。これあれだよね、回だけ勝ったやつだよね。そうそうそう、言っちゃったけどさ、 5対5で俺だけ勝ったやつ。そう、これ勝てば、勝った選手はロデシーに出れますよっていうね。そう、ロデシーの切符がかかった試合だったんだ。あ、そういうあれだったんだ。で、多分ロデシー側はまあ格上だから、どっちかっていうとさ、うんうん、アウトサイダーより負けるわけないと思ってんだ、ね、誰も、うん、その中で勝ったから、これは結構大きかったよね、やっぱ。この試合に向けたトレーニングで、その堀さんと一緒に合宿をしてもらって。あ、そうなんだ。でそこでその堀さんとなんか仲良くしてもらってたさ。あ、堀さんも出たんだっけ、これ。そう、堀さんも同じチームにいたから。あ、そうだね。そう、亮っていう選手とかも出た。そう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 、これがきっかけで、ね、まあその何、東京にさ来る、なんか話も進んだからさ。大きかったね、このタイミングだったんだ。そこのタイミングでなんか誘ってくれ出したね。こっから2年ぐらい誘ってくれたんだ、確か。そう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 、2年、1年か、1年ぐらいか。そう、俺これ確か見てたけど、うん、危ねえんじゃないかなって思って見てたけどね。うん、他の選手も負けてるしみたいな。うん、そう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 、3回目ぐらいだったね、確か。3番目ぐらいに彼が戦って、この試合ぐらいで結構ね、その、カウンターとかが上手だったね。すごい。まあ、でもこの頃からさ、一発聞いた後の仕留めまではなんかあれでもしっかりできてる。うん、そして兄貴のハイタッチは毎回無視するっていうね。興奮しすぎてあとレフェリーの万歳も、うん、無視すぎて。なんかさ、試合勝った瞬間のさ興奮って全然さコントロールできないんだけど、うん、特にこの頃全然コントロールできなくて今はもうだいぶコントロールできるんですよ。冷静にだいぶ。なんかそれでいいと今すごいさっぱりしてますね。まあまあこういうのもやっぱ経験ですよね、何回も。やべえでしょ、マジで。滑りまくったから、めちゃめちゃ滑ってるね。シーンだと思った。日本ならいいチャンピオンで乗ってくんで、また応援お願いします。あらっしゃー。何これ。伸びてましたね、めちゃめちゃ。伸びて、上がってたね。強かったね。でもマジでやばい。結構今回本気だったんで。何本気か。いつでも本気でしょ。いいね、とんがってますね。マジでやばいよな。頑張ります。しかも韓国人みたいじゃないか。本当ですね、本当に。